富山市立富山市民病院は、富山県富山市、今泉北部町にあり、富山市が運営する病院である。富山県東部の中核的な医療機関の一つであり、地域医療の中心的役割を果たしている。地域医療支援病院の承認を受ける。また当院に隣接して、富山市内の病院の休診日、夜間の救急患者を受け入れ、初期応急治療を行う富山市。 医師会休館センターが2011年10月1日に富山市丸の内より当院の第一駐車場内に展開設された。出店は個別に提示されているものを除き、富山市民病院市に記載されているものとする。旧市民病院保育については第3病棟、診療棟を解体し、大手町駐車場に第1病棟と第2病棟は、 内部改装して1階から3階まで市民、学習センターに転用され、後に、富山市民プラザに建て替えられた。ご副部員は看護不宿者と共に取り壊し、跡地は県へ上都市、見返りに、県から新病院前駐車場用地を譲り受けた。ありがとうございます。